はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、マスオ結構興奮しております。というのもですね、こちら新型 iPhone ではありません。ようやくですね、ソフトウェアアップデートが来ましたね。ソフトウェア iOS11、 iOS11 というのが来たんですが、いや、これがですね、今までそれが欲しかったんだよというね、機能が追加されていてですね、マスオ結構興奮しております。はい、ということでね、今回はそれをね、少し2つだけね、僕がすごいいいなと思ったのをね、あ、3つかな、3つご紹介させていただきたいと思います。はい、ということでね、まあ紹介していくんですが、まず1つ目、新たに加わった機能なんですが、 iPhone をさ、こうスライドさせるとさ、ほら、なんか今までさ、ミュージックとかいろいろ出てきたじゃないですか。それがこんな画面になりました。今出てるかな。はい、こんな感じで、ミュージック、あとエアプレインとか、こう、Wi-Fi とかね、で、ここで音量とか明るさも調節できるようになりました。で、ロックとかもね、あとお休みモードとか、結構ね、いろんな機能がここでいっぺんにできるようになったんですが、実はですね、これ、この一般、コントロールセンターからのコントロールをカスタマイズっていうところで、自分で好きなものを追加できるようになったみたいです。まあ僕だったらアラームを追加したいし、あと何かな、ボイスメモ、まあこんぐらいかな。あ、低電力モードとかもいいかもしれないね。こういうの追加するじゃないですか。すると、このね、一番下に、まあ追加されて、まあ簡単にワンタッチでしたいものをすぐできるようになりました。いや、これはですね、非常に便利なんじゃないでしょうか。はい、そして、では二つ目なんですが、ですね、ここ、スクリーンキャプチャー、ホームボタンとこの電源ボタンをポチって押すと、スクリーンキャプチャー、その画面をね、録画できたんですが、その録画面がですね、左下にこう表示されるようになりました。で、そのボタンを押すとですね、ほら、まあね、こういう風に、そのね、画面のどの部分を拡大するかとか、できたりとか、あとペンでね、こういう風になんか書けたりするようになったんですね。まあこれさ、スクリーンキャプチャーして、で、ここの部分が重要なんだよとかさ、伝える時とかにさ、こう、ここだよ、こことかさ、こう、便利ですよね。例えばさ、何かな、ゲーム、まあ、モンストやっててさ、この角度とかさ、書きたい場合にさ、すごくもう、一瞬でもうさ、こと足りちゃうじゃないですか。他のアプリ使わなくても、こういう風に、落書きっていうか、いろいろ書けちゃうんで、これはね、非常に便利なんじゃないでしょうか。署名とかまあいろいろあったりするね。はい、というのがね、一つ加わりました。そしてですね、三つ目の便利機能がね、最高だね。はい、もう気づいた方もいるかもしれませんが、このね、一番下のコントロールパネルっていうんですか、ここを開きますと、左下に赤い丸が点々ってしてるじゃないですか。実はこれでですね、この iPhone の画面を iPhone 単体でキャプチャー、録画できるようになりました。いや、これね、 YouTuber だと本当今まで大変だったんですよ。一番最初 iPhone の録画する方法がないって言って、アプリ Air なんとかとかいうね、アプリを使って、こう Wi-Fi で最初画面って収録してたんですよ。で、その後に USB をつなげば Mac でね、クイックタイムっていうね、ソフトを使うと録画できるっていうことで、すごい便利だなってなってたんですけど、ようやくこのまんまでも録画できるようになりました。ちなみに、こういう、結構モンストなんですけど、音声もしっかり録画できるようになってます。はい。だからね、これはね、非常に便利ですね。まあ、外でね、ポケモン GO とか、例えばさ、こう、やりたいなっていう時に、このまま、普通にポケモン GO をやりながらでも録画できるっていうのは非常に便利ですね。はい。で、こういう風に上を押すと、ほら、画面収録を停止、またはキャンセルってできるんですけど、今一回じゃあ停止しましょう。ポチッ。はい。ということで、こんな感じで停止しました。でね、今までね、皆さん見てた、この画面どっかにあると思うんですけど、これが今ね、iPhone だけで撮った画面でございます。はい。どうですか？かなり綺麗ですよね。
ということでですね、まあ、iPhone 新しい8、10がね出るようなんですが、まあ、その前にですねこちら iOS ね、11、11が出たということでね、ぜひねまだやってない方は、あーでもソフトウェアアップデート後って結構ね、いろいろ大変だったりするんで少し時間経ってからの方がいいかもしれませんが、興味ある方はぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバイ。